1980年，日本动画片《铁臂阿童木》在中国开播。这部讲述21世纪少年机器人阿童木的故事，迅速在中国掀起了一股动漫科幻热潮。拥有7项特殊能力的阿童木，成为了不少小孩心目中的偶像。在2019年中国国际大数据产业博览会期间，《铁臂阿童木》制作人黑川庆二郎来到贵阳，中新社记者对话黑川庆二郎，了解他的动漫人生。从60年代开始，黑川庆二郎先后在日本最大的两家动画公司担任《铁臂阿童木》《四代骑士》《鲁邦三世》等动画的制片人，是日本动漫产业发展的见证人之一，也是日本动漫界的领军人物。在黑川庆二郎看来，动漫产业可以成为国家之间推动文化交流、文化共享的有力媒介。私たち日本でアニメを作ってきたという部分で言えばですね、約50年間の間にですね、アニメを作るためのノウハウというのをさまざまな意味でですね、構築してきているというところがあろうかと思います。これから中国がアニメに取り組んでいく、さらに成長させていくということの中で言えばですね、まだ十分なノウハウというものが築き上げていない部分もあるのではないかと。そういったお互いにその側面でですね、補完をし合うということが必要かもしれません。これから日本のアニメ、中国のアニメ、そういった意味で中国と日本のいわゆるアニメ産業の消費市場を共有化していく、共にお互いにそれを持って、取り組んでいけると。目前中国动漫产业进入到快速发展的阶段，原创漫画在图书市场表现不俗，同时随着数字产业的兴起， 3D 动漫的表现形式深受年轻人追捧。 3D 动漫产业的兴起是否让传统动漫市场受到挤压？黑川庆二郎在主旨演讲中提及，两者只是动漫的不同表达方式，互不影响。発展系が 3D だというふうに理解をされている方々がいるのではないかというふうに思います。私は決してそこの 2D は 2D のアニメ表現、3D は 3D のアニメ表現だというところです。むしろそれはですね、実写であったり、同性作品であったり、さまざまな映像作品の中の一つの表現というふうに理解していただいていいと思います。面对如今的大数据时代，黑川庆二郎认为，在中国动漫产业强势发展的势头下，贵州快速发展的大数据产业和丰富多元的少数民族文化，将会催生动漫文化产业新产品、新模式不断涌现。アニメを制作するという意味でのですね、制作の一つの取り組みというのは、日本は大変にですね、優れたものがあるかと思うんですが。今日本と中国のビッグデータの在り方という部分に言えば、日本は少し遅れとっているというところだと思うんです。中国が大変にですね、ビッグデータの取り組みと発展が高い、その中でですね、中国はビッグデータを活用してアニメをどのように取り組み制作をしていくのかというのは、とても期待ができるところだと思います。夢の一つの役割としてですね、考えた場合にですね、貴州省少数民族の皆さんが多いと部分についてはですね、彼らの文化やこれから継承していかなければいけないですね、さまざまな生活環境、こういったものをですね、記録し残し表現しという部分の中で言えば、無形財産をですね、形化するというのは、アニメは大変に重要な要素があると思います。